ございます。よく寝た。今日は特にぐっすり眠った気がする。ございます。グッドモーニングの朝が来ました。あーでも今から準備をっていうか荷物を詰めて今日の服を決めて行かねばならぬ。おとときす。グッドなモーニング。おはよう。浦部さん、ありがとう。花火。ゴミゴミかわいい、ありがとう。はにゃかわいい。お宅の鏡や私がどんな状況じゃろう。かわいい。眠たい。本当にぐっすり眠った気がします。何時間？7時間未満。和久さんとうとうありがとう。だけど詰まってますね、やっぱりその7時間に。わあ。本当はちょっと早く起きて準備をバッチリにして家を出ようと思って。
私は12時間寝ないと気が済まない人間なので足りませんね。そうだよね、量より質だよね。質のいい睡眠です。ニンニクが効いたんかな、睡眠に。ありがとう。ありがとう、まひとすじさん、はなべ、かぜさん、ありがとう、そらなるさん、スノー、ふくちゃんち、ありがとう。私も夕方の配信が楽しみ。Oh yeah。睡眠のことで悩むだよね。夏みかんちゃん、ありがとう。予定のない日を作ってしっかりと眠りたてる。高雪さん、かわいい、ありがとう。昼寝欲しいよね。昼寝したい。昼寝したいよね。ありがとう。日差し強いよ。のか、気をつけなきゃね。洗濯物取り込まなきゃ。
かる。睡眠負債って言葉すごいよね。大量なんだろうな現代の日本人皆さん。うん、中途覚醒してないねきっと。写真集いつでも見れる、いいじゃん。日焼け止めは濡れたけど、やっぱ首にも塗らないといけないから。よし、オッケー。カーフ、金魚、ありがとう。はあ、めちゃめちゃそうなの。液様で日焼けした気がする。焼けちゃった。なんでなんだろうね。でもそういうことあるよね。私もそんな気がする。ちょっと洗濯物だけ取り込んで安心するね。嫌だな、今からここに出るんでしょ。
あ、616来た。スノーありがとう。ニョキミルンさんもありがとう。616嬉しい。ピクちゃんちタコありがとう。そうなんよね。野外イベント楽しかったです。夏フェスたくさん経験させてもらったな。パムさんありがとう。確かに朝朝の音だよね、カーテン開ける音は。じゃあちょっとおはようメールを送ります。今日金曜日じゃないの、木曜日か。よいちさん、にょっきんみるんさん、ありがとう。いやー私も、お、嬉しい。今日も配信見てくれてありがとうですよ。ありがとう。爆弾。え、おはようメール来てるよ。どういうこと？あ、フライング受けるんだけど。わかりづらいボケです。それは。もう8月22。気づいたら年末。そうだよね。明日から広島雨なんだ。あ、わかりづらいボケ。全然気にしない。秋服買う？秋服早くない？
1週間雨、水問題からは避けられるね。17時半からこのルームで写真集変えます。でも私もなんかよく分かってなくって、なんか特別絵柄みたいな、だからポストカードがつくのかな、分かんないけど、夢の中もう一度だけ聞かせてくれよ、聞きたいんだもっと騒げ、怪獣の歌、まだ見えない夢の歌唱えて、だからいつか歌う怪獣の歌。ほんと買ってみればわかるよね。何でもゲットして優しい、チキ当たるかもだけど嬉しい。マジ、それはよかった。今日はどうしよう、服装今日どうしたらいいかな、服装。探してたんだけどない、あー汗かいちゃった。ロングスカート、あーロングスカートね、11月初めまで真夏日が続く。そんなの聞いてないよ、上司に配信邪魔されて蹴る。キャラものになるのかな、なんかキャラクターの書かれたものってよくないんかな。
朝のアイス、ありがとう。ロングスカートだったらこの T シャツと合わせたいなと思ったけど、可愛ければいいか。可愛いは正義なんだもんね。可愛いって受ける。手まで可愛いって言ってくれるなんて。で、どうしようかな。あくびしたら涙が出る。着替えてみようかな。何がいいかな。
かちょっと体重測ってみようかな、急ですが。はあ、悪しき問題でございますな。見過ごせませんな。なんかおしゃれかも。よ、よかった、バンされてない。目背けないよ。なんかおしゃれっぽいかも。本来なんか誰かが着てるコーデとかあったら見たいな。なんかおしゃれかも。あ、でも割と同じような感じかもしれない。あー、なるほど、そういうのに合わせられるんだね。ふえー、おしゃれ、モデルさん。コーディネートはコーデネート。じゃあもうこれでいいかな。いつもおしゃれ、ありがとう。やさちいちいだな、ここにいる人はみんな。かーくん、ミスチャさん、ありがとうです。かき氷は食べまくりです。でも涼しげに、
時間がないことに気づき始めている。これでいいよね。みんなに見えてないけど。個性定期です。よし。あ、そういえばお手紙もらっております。ありがとう。じゃあリュックに詰めていこうかな。さんかっこいい。ありがとう。あ、お手紙どうだろう。すぐ届けたと思うけどね。気になるようだったら、何月何日みたいな感じに書いて、それだったら私も、あ、この辺に書いたんだなっていうのがわかる。メイク道具と、ヘアアイロンって言って、なんかこういうハガキでも送ってくれる人いる。いいじゃん。食べるの？お腹空いてるの？ポンコツさんかっこいい。ありがとう。ね、フルーツ屋さんもマジ美味しかった。
なんかリュックがパンパンなんだけど。気のせいかしら。もうそりゃそうだよね。こんだけ荷物が多いんだから。あら、福ちゃんちファイトありがとう。なんだよ、待って、そうなんだよ、なんかまた新たなイベントが始まって、うなぎかシャインマスカットどっちか選べ、どっちもだろう、とは入れました。トリガーさん、なんちゃかーくん、ハニャビありがとう。詰めれたかな。とりあえずなんかアクセサリーボックスも、いや60万はやばいでしょ。30でしたよね。30万ですよね。30万でしたよね。もうその数字だけでも怖いな。ハンカチ持ってない、ありがとう。やばいやばいやばい、みんなください。今からあと11時15分で終わるかな、この配信は。皆さん何々持ったください。財布持ってる、充電器持ってる。うわ、ちょっと、ヘッドフォンね。あの時の悲劇忘れちゃダメ。でもお泊まりじゃないから多分内客は大丈夫そう。でもさ、何か
名刺大丈夫でしょ。お薬入れた。タクちゃん、ヨーク、シンプルに佐々木さん、あ、ギャッツビーも OK、 ハンカチ持った、マリュありがとう、マシャさんありがとう。ぐらいよね。配信用機材は必要ないとして、ミニマリストにはなれないよ。マイシャさんありがとう。財布入れた。じゃあ大丈夫か。本が読みたくなった時の本、本当にパンパンです。このリュック汗拭きシート持った。あとはそんなもんだよね。前髪キープも持ったし、完璧だよね。歯ブラシもしかしてなくしたかな。あっちで買うか。だってどこにあったっけ歯ブラシ。なんか最近どこにも見当たらないんだよね。あ、でも一応なんか直に入れてる歯ブラシならあります。まあいっか、これで。そういうことか、買い替え時か。納得だね。わくっちゃんち、あ、花火ありがとう。カラさんありがとう。花火アームカバーは大丈夫そう。いつものパーカーを着ていくね。
こんなもんか。エコバッグ持った。わくん回復薬ありがとう。よし、じゃあ不安ですが、不安ですが行ってきます。日差しに負けない。にゃん。ね、この帽子私も一番ラブ。よし、今日も頑張りましょう。駅で野菜買ってやばい、今の聞かなかったことにしてね。まあ、あとはそんなもんか。まだメガネです。貝柱さん、ピーさん、ありがとう。スーパーしか勝たんな。スーパーで野菜買って、充電器持った。準備見守ってくれてありがとう。まあ、靴は黒のサンダルかな。黒のサンダルにしよう。じゃあみんな今日は見守ってくれてありがとう。行ってきます。健やかなり。また特別配信17時半から会いましょう。じゃあね。39位から、マッピーさん、カラスさん、佐藤南介さん、リノロフィーさん、夏美館ちゃん、エビ様、高雪さん、和久さん、ポムさん、カー君、ヨイチさん、ソラナルさん、シンプルに佐々木さん、シバさん、ポンコツさん、のんちゃん、トリガーさん、ヨウ君、アーさん、ラストワンさん、平成天狗さん、カゼさん、キハさん、ミスチャさん、タクちゃん、サム、カラさん、マル、マシャさん、サンサンさん、ソフさん、アックン、スノー、そして本日の秋元先生枠はゴミゴミ先生です。ありがとうございます。かくれんぼ中さん、カー君、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はニョッキンミルンさんでした。ニョッキンミルンさん、ありがとう。第2位は浦部さんでした。浦部さん、ありがとう。そして第1位は福ちゃんちでした。ありがとうございます。そしてみんなでした。みんなも見てくれてありがとうあっくんファイト、ありがとう。頑張るね。じゃあ皆様、今日の朝配信見守ってくれてありがとうございました。しっかりと今日は17時半からの配信でみんなとワイワイできるようにの楽しみにしています。では健やかにいきましょうそれではいきますよ、せーの、えいえい、おー、健やかに健やかに生きてね。1730です。気をつけて行ってまいるね。またにゃんこ。